じゃあちょっと、はい、でもう一度奥に、もうシーズン終わっちゃったんでメンテナンスが今ゆっくりになっちゃったんですけど、これがもともとは去年まで使って、去年か先シーズン使ってたレース用の車両、そうですね、JSB1000 の、自分が乗ってた車両です。今メンテ中で、カールが外れちゃってますけど、でもただもうレーサーってもうこういう場所が見れないんで、多分好きな人はもうこういう状態の方が絶対大好きだと思うんですけどね、はい、もう絶対見れないところですからね、もうこういうところまで見せてくれてありがたいと思うんですけど、逆に逆にこういうことはね、ほとんど、まあ、やっぱり内部は見せたくないというのが実情なんで、ここまで見せてくれるっていうのは本当に嬉しいなと思うんですよ。このオートバイの、まあ、紹介すらへんですけど、日本では、まあ、世界ではその MotoGP っていうのが一番上にあるじゃないですか、うん、もう本当に時速350キロも変えちゃうような世界グランプリ、あるんですけど、まあ、そこが一番上なんですけど、日本のレギュレーションというかカテゴリーでは、まあ、同じ 1000cc なんですけど、ストリートで走ってるその CBR だとか JSR、 それから川崎サンダーオートバイとかのものを使ってレース用に改造した車両っていうのが、もともとはやっぱり街乗り、街乗りのバイクをレーサーにするっていうのが基本なんで、はい、全然スペシャルなものではないんですよ、ね、ちょっと昔のスーパーバイクですよね、が、ね、日本では JSB という名前で戦っているバイクです。だその分排気量が 1000cc になったおかげというか、まあ、バイクの性能が上がったんで、もう今や普通に300キロ、バイクでも300キロ超えてくるん でとんでもないやっぱりバイクになってきましたよね。そうですね、本当300キロ300キロって昔からそのストリートでも出るぜとかいう話を聞きますけど、こういうレース用の車両はサーキットの短いその 700m とかのストレートとかでも300キロ超えてきちゃうので、本当ね、これが長い直線だったら何キロ出ちゃうんだよって思っちゃいますけど、ただやっぱりそんだけバイクの性能も上がってきてるんで、ライダーのフィジカル面はどうなんですかね。いやこれね、さっきも言ったように僕90年からレースやってるんで、1990年から30年以上、もう年齢的にはもう実はもう47なんですよ、48になろうとしてます。その人間がこういう車両乗るのは、今井さんも分かると思うんですけど、きついね、かなりアスリート並みにやっぱり体力と技術ないと厳しいんでね。トレーニングなんかはどうなんですか。まあ全日本で戦えるようにはしてますけど、やっぱり衰えの方が勝っちゃうのは確かです。ここ10年、ここ5年ぐらいがどん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 ちょっと胸が痛い感じですね。あの本当にね、一挙選手はもう最強のライダーといっても、その年までやっぱりトップクラスで走ってるんで、まあ、本当に頑張ってほしいなっていう、僕らみたいなライダーはね常に思うんですけどね。だから今年ももう1年と思うんですけど、どうにか。でも全日本のはまだまだ体制決まってないんですけど、ね、このオートバイはフレームとエンジンのこうレギュレーションで決められたケースとか部分がノーマルな使いながら、あとはほとんどノーマルパーツがない、ね、いわゆるもうスイングアームもレース用のスイングアームだし、シートレールもレース用のシートレールだし、サスペンションも全然違うし、だからやっぱり全日本にもレギュレーションがある、全日本JSB というルールがあって、それに合ったものをで勝とうとすると使うのはエアボックスとフレームとエンジンの、まあ、大事な部分だけがノーマルですけど、それ以外は全部違うっていうのは確か。確かにね。いやでもすごいですよね、こういうのをバイクに見せてくれるっていうのは本当に嬉しい限りで、まあ、頭側がついてるんですけど、本当見える部分はほとんどフレーム以外はいわゆるレース用のパーツがついてますね。まあでも好きな人はたまらんよね。本当はね、あのテイストオブつくばに出てた刀とかを、ね、紹介したかったんですけど、今優勝した後にね、あの浜松には兵藤さんで展示しちゃってるんで、今ここにはないんですけど、まあ、ぜひね、また見せてください、はい、そのまあ、そのフレームとかも自分のところで。そうなんですよ、でそれこそテイストの時には我々のレースの経験をね生かして、こっちがチームの作業をする、制作する場なんですけど、こうやってすごいよね、全然ね、刀もそうだったんですけど、今回はハヤブサという車両を作るために一から
エンジンの位置を決めて、スイングの位置も決めて、フレームはこうやって通そうねっていう、ここでフレームを作るためのジグ作りをしてます。ここでフレームができるんやもんね。もう刀はここで作りました。本当にバイクを作れるんやもんね、ここで ね手作業ですけど、そういう今までのうちのメカニックもそうですけど、レースの経験を生かしてやれることをやってます。だから本当にここでもう全て作れるっていうのは本当にもうバイクの好きな人間にとってはもうドリームランドですよね。ほんまディズニーランドみたいなもんですよね。なるほどなるほど。こういうのを見てワクワクしますよね、やっぱりね。はい、こういった感じですね。あとは工作機がね、奥に全部並べてあったり、2階の方にはちょっとした塗装ができる塗装ブースも置いてあったり、ラッピング、いわゆるその外装のきれいにするためにラッピングを、はいはい、今もう本当にね、時代はもう塗装じゃなくてラッピングが多いですね。ラッピングができるって、テーブルがあったりするのがチームのその整備するとこ紹介でしたね。最後塗装とか表面、表面、アルミだったり金属の表面をピッカピカにするためのこうやって磨くんじゃなくて、シャーってこう水と樹脂を吹きかけてものをピカピカにするんですけど、カスタムの方にはもう絶対必要なアイテムですね。昔はね、サンドブラストとかって言われてたけど、サンドだとどうしても表面を削っていっちゃうんで、見た目が変わっていっちゃうんですよね。でもこれは表面の削りはもう極力抑えてるんで、どっちかというと元通り、元の輝きに戻るって感じがすごくする。やっぱ水の力と、そこの粉の力で。そういう設備がもう完全にあるっていうのがもうたまらんよね。レース屋さんなんだかカスタム屋さんなんだか分かんなくなってきてますけど。あ、ちょっと見てくださいこれ。これはこれ吉村の買った時、表彰台車というこれはね、最近2019年かな、ジェイセクサルの再開発を頼まれて、おととし3年前になるのか、吉村から自分がエントリーしたんですよ、その時に使ってた最近のつなぎです。まあね、吉村といえばもう一騎も表彰台に立てた立たしたライダーですからね。そうですね、それこそ2007年には吉村さんと一緒に、ライダーとしてコラボして鈴鹿8時間耐久も優勝することができたし、吉村は鈴木の中でトップクラス、トップのやっぱり日本代表、マニファクチャーじゃないですけど、パーツメーカーというかね、エンジンメーカーそうですね、という感じですね。本当鈴木車乗ると吉村はどうしても切っても切れない、必ず必要なパーツになります。そこに何度か、何年ぐらいだろうな、10回ぐらいはもう8台にもレースにも出場して してますね、一緒に。はい、はい、ありがとうございます。そう、それこそ今話してた2007年優勝したの、その時使ってたカルフこれです。おー、34番、まさにその時優勝した車両のスペアカルフを買って飾らせてもらってる。あ、ちょっワールドスーパーカール、これはイギリス選手権かな、イギリス選手権に BSB 出てる頃のアッパーカール、たまたまこの年式はアッパーカールが頑張ってここだけ取れるシステムだったので、いや、ちょうど壁掛けにしたい、オブジェにしたい、かっこいいよね、やっぱりね、これ、そう、使ってた現物です。もしよかったら中入ります。あ、じゃあお願いします。どうぞ。お邪魔します。はい、ここがパクショップ来てくれたお客さんはちょっとまあ休憩してもらったり、うちのカスタムパーツとか、あとまあパーツのですね。そうですね、これはオリジナルパーツ。そう、この辺に置いてあるのはまあまだ他に飾れないものもあるんであれですけど、全部じゃないんですけど、チーム加賀山で作るレースで使いながらもストリートで使えるものをちょっと販売してもいいのかなと言って、メカニックがいろいろチョイスしてくれ作ってくれたのが、まあ、この辺にあるものなんですけど、例えばチェーンスライダーのフック、レーシングスタンド付きのフックだったり、こういうマスターのね、オイルタンクを止めるステーダー、小物割とカスタムに絶対必要なものだったり、ちょっと大物だとこのフロントのステム、このまあまあ寸法的なものはノーマルとはまた違う
一応レースで我々が一番いいと思った形を逆にストリート用にちゃんとキーホールがしたものを作れるように作り変えて、まあ、加山セッティングじゃないですけど、それをストリートでやれるように加山幸雄がプロデュースしたそう、まあ、セッティングパーツっていうことですね。ゴスプロケットもうちの特レースで使ってるまんまをストリートでも使えるんで、うん、スプロケットとしたり小物が多いかな、カスタムする時のスペーサー、キャリパーのスペーサーだったり、まあでもそうですよね、スプロケットなんかでもこうやって色変えるだけですごく見栄えが良くなってくるんだよね。いいよね。井口さんこれ知ってる、うん、それこそ2013年、うんうんうん、ケビン・シワンズと一緒に組んだ時、はいはいはい、ケビンが鈴鹿の、逆バンクかな、うん、で転んじゃったの、うんうんうん、でその時にぐしゃぐしゃになったバイクのパーツをまだ取ってあって、でケビンがもうサインしてくれて俺が頼んだの、うんうん、やっぱりさ我々にとってケビン・シワンズってもう大スターじゃないですか、まあ、それと一緒に足台組めることになったんですけど、うん、ここにねケビンがサインしてくれたの、ここに「Thanks」「愛理教 Thanks」って書いてくれて、うん、すごいねもうこれはお宝やね、はい、ただの転倒パーツじゃなくてケビンが壊しちゃったパーツにマフラーにサインしてもらったの、すごいこれこれ俺のお宝だ、も確かにこれも。もう値段がつけられんよね。そうそうこれね、今仲間多いんで、うんうん、GP ライダーのそれこそ今の元 GP ライダー、うんうん、アレックス・リンスとジョン・ビルのあすごいヘルメットもあるし、それこそこれがそのケビン・シュワンツその時一緒に組んだ時のヘルメットも飾ってます。おーすごいな、歴代のライダーのやつがいっぱい。そこではね、あのね、8時間待機を一緒に組んだパートナーのヘルメット交換して飾らせてもらってます。キヨナリもあるし、うん、ドミニク・エガータもあるし、ハガノ・リュウキもいるし、うんうん、トロイ・コーサー組んでないけどチームメイトだったんで、うん、トロイ・コーサーもあるし、すごいな、はい、それでまあユキヨの歴代のヘルメットね。そうですね、歴代のヘルメットと、うん、あとでまあたまにお客さんがチームグッズ、うん、T シャツとかトレーナーをもしよかったらこれ買ってくださいね、今井さん。はい、わかりました、着させてもらいますチームトレーナー、はい、まああったりします。こういうのはこの辺の、まあ、販売なんかはウェビックとか、まあ、チーム加賀山のホームページで、ホームページでも買えますし、はい、当然ここの店舗に来てくれても買えるし、一番買いやすいのは通販であればウェビックさんに加賀山ページがあるんで、そこで購入簡単にできると思います。でまあ最後にはなるんですけども、まあ言える範囲でいいんですけど、はい、今年の、まあ、抱負というかチーム加賀山の動向を言える範囲でちょっと。そうですね、チーム加賀山ね、2022年、全日本の方はまだはっきり今すぐ発表できるようなことはまだ伝えれない状況ですけど、はい、まあ、ちょっと人花火じゃないけど人ニュースは届けようと思って今一生懸命計画中です。でそれからテイストオブつくばやってるんですけど、そちらの方もすごくみんな注目してくれるようになって、なんですけど、今年は今までは3年間鈴木の刀という車両をオリジナルで作って世界一速い刀を作ってやってたんですけど、この間の11月に前去年の優勝して終われたんで、それをちょっと休憩して今年は新たに、刀ではない鈴木のフラッグシップのそのはやぶさっていう車両をね使って、まあ、鈴木ファンをどうにか喜ばしたいなと思って。それ今考えてるのは鉄フレーム。そうなんです、筑波のレースはレギュレーションが鉄フレームじゃなくちゃならない、スチールじゃなくちゃならないっていうのがあるので、はやぶさは本来ねアルミフレームなんですけど、まあ今までのチーム加賀山の経験をそんなにつぎ込んで、刀の経験も生かしてはやぶさだけど鉄フレームを作って、うん、デスドブスも挑戦しようと思います。もうぜひ期待してるんで頑張ってください、はい、ぜひぜひ。それからまあ全日本、まあやっぱりどうしても僕はね、ロードレースオートバイのレースっていうのはやっぱりこう盛り上げていきたいなっていう気持ちがあるんで、またサーキットの方にもぜひ寄らせてもらいます。そうですね、もうぜひピットで遊び来てほしいです。ぜひその時はよろしくお願いします。お客さんというかね、視聴者の方が簡単に見れるような、はい、撮っていただければ嬉しいと思います。ピットのピットにもお伺いするんで、ぜひぜひその時はぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。